今安全が確認されたということなので、講演の方、再開させていただきます。大変失礼いたしました。でちょうどあの旗門まで、何とか皆さんにご覧いただけましたので、続きまして、盆舞、それから鳥舞をご覧いただきます。で、盆舞ですが、こちらはあの平たい盆を両手に持ちまして、盆を逆さにしたり、上下に振ったりしながら、まあ、これを上手に落とさないように、景観に舞うという、まあ、全国の神楽に、見られます曲芸的な舞となっております。であのこちらの神楽あの先ほどから、見ていただいてお気づきになったと思うんですがあの鐘の音が非常に複雑なあのリズムを、叩いておりまして、まあ、この鐘の音に合わせまして、演者があのピタリと決まるところが非常に美しいというのがこの白金四島権現神楽の、まあ、一つ特徴ではないかと思うんですが、まあ、次のこの盆舞、でも若手の舞手が、この複雑なリズムに合わせながら、妙技を披露してくれると思います。でそれから、その後続きまして、鳥舞をご覧いただきます。でこちらは鳥かぶとをかぶった、まあ、雌雄2頭の、鳥が舞いまして、まあ、夫婦和合子孫繁栄、まあ、五穀豊穣を祈ります。でこちら の神楽では、通常袴ですと二股になっている馬乗り袴というあの袴が多いんですがこの鳥舞では、まあ、スカート型のアンドンっていうアンドン袴なんていう言い方をするんですがこの袴を履きまして、まあ、袖や、この袴をひらひらとさせながら舞うというところが非常に美しい舞となっております。まあ、途中、米を巻きまして、いやあれですね、神楽の場を清めるというような、意味合いもあります。でそれでは盆舞、鳥舞続けてご覧いただきます。それでは神楽の皆さんよろしくお願いします。盆を始めて拝むには盆を始めて拝むには若葉の松こそおめでたさよ幸い幸いめでたさよ。
Thank you.
Thank you.
Thank you.
はい、ありがとうございました。